茶平、茶平、茶平、読み方わからんけど、そこ。で、あそこに妖怪ポストがあるんで、妖怪ポスト。そう、鬼太郎が住んでんの。あれ、あ、持ってきたの飲み物。あ、いや、ごめんね。はい、妖怪ポスト。あれ、なんかビニールで屋根ついてる。妖怪ポスト。妖怪ポスト錆びて開かねえんだけど。入ってない。はーい。はーい、廃墟だらけでーす。ね、そこにあるでしょ。え？え？そんなのある？いや、あれ井戸じゃねえの？井戸か物置じゃないの？はい。そうなの？あ、本当だ。あれ知らない。あれなんだろう。わかった。じゃあちょっと登ってみるよ。モンパン屋が祠見つけたんだけど、行けないよこれ。どうやって行くのよ。ここか、これが道か、これ道か。はい、まあ祠でした。行けたら取る。はい、なんかね、下着がいっぱいぶら下がっておりますけども、ええ、危ないな。じゃあ一瞬だけ映します。一瞬だけ映します。ブォーンって映すわ。ブォーンって。そしたら、うん、ブレてなんだかわかんないでしょ。それが、モンパイアと、モンパイアとジブヌがよく履いてる下着らしいです。あー、せーの、うぅ、はい。はい、以上です。いや、本当ですって書いてある。本当です、ね、結局、ちょっと待って、家があるじゃん。そうだろ、ジブジブも言ってたの。それでも若いような人はないんだよ。なんで残してくんだろう。いや、だって写真ぐらい持ってけよな。はい、はい、で、ジブルンがそのまま手を振る。それで終了。はい、終わり。